アイコンチューブからですけどね、このアルトやっていきたいと思います。 K ですね、かわいい。なのにロールケージ入ってるっていうね。まあ若干ちょっとプルプルしてるけどね、気のせいだから、ちょっといろいろある。はい、このライトもね、おライトのこのすごいな、このオンオフがかっこいい。はい、ということで今日はね、これで何をやるかっていうと、高速道路がね120キロ解禁になったんで、 K でね120キロなかなか出すの難しいんで、このねアルトに F1 のエンジン積んで120キロね、120キロ、まあね、まあおおよそ120キロをね出して楽しんでいきたいと思います。はい、じゃあやっていきます。はい、あ、場所ね言うの忘れた、ここ辰巳ですね、辰巳ね。はい、じゃあやっていきます。はい、乗ってきました、アルトですね。アルトといえばアルトワークスがね、あれ1万1000回転回るターボエンジンね、昔のアルトワークスね 550cc の頃だったんだよね。これは660の50、今4馬力の、まずはねノーマルちょっと乗っていきたいと思います。久しぶりの首都高だよね。何キロ出てるスピードメーター見えないんだけど大丈夫か、これスピードメーター見えない、モーターでスピードメーター見えないんだけど大丈夫かこれちょっと着座位置上げるかこんなもんか、150キロですね、5速でいい感じだ。待って、120キロオーバーしてるんだけどあれこんなはずじゃないんだけどあれれれれ、あーいいね、なかなかいいよ K ね。で、K せっかく乗ったんでね、ちょっとね俺がまあ前に出てたね K4 グランプリっていうね K を改造してっていうかね、レース市場にして、いろんなクラスがあるんだけどね、基本的にみんな K っていうね 1000cc のエンジンまでいいのかなっていうクラスもあったりとか、ね、いろんなね結構ね人が有名人も出てて面白いんだよね本当、うん、でその時に K のねこういうねロールケージの入った車に乗ったんだけど、なかなかね難しいよね FF ででその頃ちょっとそれでね結構上位行きたくて、いろんなね K を研究した結果、なんだろうな、ホンダのビートがやっぱ660ではもうすごい速いっていうね話を聞きつけて、ビート探したりとかねしてたんだけど、まあねちょっとそう富士のストレートをね、こんな風にね、K で乗るんだけど、K で走るとめっちゃ暇なのお腹空いた時ケンタッキー1本食えるんじゃないかっていう、バックストレート表のねストレート出てから、1コーナーまでにケンタッキー1本食い終わるんじゃねえかって思うぐらいの感じでね、いやちょっと本当にそんな話をしてたんだけど、あれじゃないね、ちょっと本当になくなっちゃったけど、このマンションかなこのマンション、湾岸のね、この間ね若い芸能人の人がね、自殺しちゃったっていう事件が、あったじゃないですか。本当ね残念なことで、なんだろうね本当にね、ネットの誹謗中傷なのかもしれないし、原因も本当わかんないんだけど、でちょっとね一つそれについて言いたいこと、言いたいっていうか、死ぬなっていうのはもちろんそうなんだけど、やっぱ報道に問題があるんだよね。WHO の芸能人が、ね、なんかこう自殺とかした時のそのガイドラインっていうのがあって、報道のガイドライン、日本ってそれに結構ね反したところが結構あったりするんだよね。その自殺の方法を、まあ、報道しちゃいけないとか、やっぱ真似する人がね出てくるんだっていうことで、そういうのがね一応あるっていうことはね、みんな知っといてもいいんじゃないかなと思います。はい。何の話してる俺 K で普通にドライブしてるだけじゃん。違う、今日は F1 エンジン積んでね、120キロ K だと出ないからって出ちゃってるけど、出ないからね、F1 エンジン積んで最高速やっていきたいと思います。じゃあ F1 エンジン積んできます。はい、 F1 のエンジン積んできました。どう、タコメーターがアイドリングが4000回転でタコメーターが1回転する1回転する。でも1万回転まであるんだな、メーターがこうやってやっても光が遮れないさあじゃあやっていくか。スピードメーターね別にねここに貼り付けたんで、どのぐらい出るかやっていこう。1速で91キロ、2速に入って、うわめちゃくちゃ速い、めちゃくちゃやべえ、めちゃくちゃ速い。見た今の加速見た、180キロまであっという間だよ。100キロからすげえ、すげえやべえ。うわーすげえ、いくぞ。アクセル全開じゃないこれでも。300キロ出た。はい。高速道路いよいよね120キロ解禁なんでね、120マイル解禁なんでね、マイルじゃねえっていうの。あ、ちょっと待って、あれなんだこの5速ダメか。え、どうなってる、速え、めっちゃ速いよ。おお危ない。K めっちゃ速え。4速で、あ、この速え、軽くて速え。あー FF だから FF だから、あーやべえなこれ。ああちょっとフラ始まるともう止められん。おお暴力だな。ああちょっと待った、フラ始まると止められん。車線をキープしてこれで最高速出るんだな、4速で。いやマジで高速コーナーがめちゃくちゃ楽。ケースやっぱなんか命知らずだったら、いやでもこの速度出てたらあんまり関係ないのか。いや K マジで速え、軽いからさ、ほらコーナーがやべえ。え、これ F1 に勝てんじゃねえかなっていうぐらいコーナー安定してる。いや言い過ぎた、ごめん言い過ぎた。あーちょっと4に入った。今エンジン壊れる設定じゃないからよかった、完全にオーバーレブだ今。はい。ということでねダメはいということでやってきましたけど、いかがだったでしょうかね。いやこれ速いぞ、この車速い、このセット速いと思う。まあ、一応ね何気にねスリックタイヤに変えてるんだよねすごい太いスリックタイヤに変えてるから、まあ、こういう走りができるんだけど、軽くて速い、やーべえなこれ。はいということで高速道路ね120キロ解禁になるみたいですけど、皆さんねくれぐれも安全運転。そう、最高速度が変わっても事故率は変わらない、事故率は変わらないけど重大事故になりやすいっていうところがあるみたい、うん、なんでね危ないんでね、あんまりね飛ばさないようにしないとねいけないですよねはいということでね、またねこういうのやっていくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。久々のね企画動画どうなのかな、どうなのこれ、面白い、ね、その辺もねコメント欄に書いてくださいということでね、じゃあねバイバイ。